祖母が、うん、あの日曜日に転んで怪我をした。で、あの額から血を流して出てきたもんだから、うん、これはと思って病院に連れて行ったところ、うん、もうあの学会で医師はいませんよって言われたんです、うん、で私はあこれはもうダメだと思ったんです、うん、どうしよう、途方に暮れたらば、そこにいた看護師さんが処置室にちょっとってこう連れてってくださって、うん、簡単な手当てですよ今思えばしてくださって、で見た目はもう止血をしてきれいにして出てきたんです、うん、その時の祖母の笑顔ですよ、ほっとした笑顔、そしてあの笑顔を見た時の私の気持ちなんですね、うん、あの痛いのは祖母でした、怪我をしたのも祖母でした、でも、うん、私も痛んでたんだと思うんですよ、でそのほっとして安心した顔で出てきたその顔を見た時に、世の中にこんな尊い仕事があるんだなと思ったんです、うん、それはね、あのどなたの人間もどなた様もある事柄が起こって、そこでその事柄をどう感じるかっていうのは、これはあの全員が違うんだろうと思うんですね。だけども高苗さんがそういう大きな家族の中で育って、そして、生かされて生きて、また自分も誰かを生かしてるという社会なんだなということを、はい、本当にこう体で分かってるというか、もう頭でこう理論的に分かるんじゃなくて、そういう時に今のお話を伺いましてね、人の痛みを自分のものとできるという、そういうことはとても素晴らしい。それはあの高谷さんのご家族、それからそういうお父様お母様、そういう中で自然とつけた、まさに今の時代に最も大事なあの心の在り方だと思いますね。人を大切にする、いやもう人を大事に、そう思いやすいというのは大事だと思います。ですから、はい、私どもの、 あの今度の自民党の綱領にね、はい、ちょっと難しい言葉で言うと、やっぱり自立、自分で生きていこう、努力していこう、それが社会のエネルギーですよと。しかしそれと次に共に助け合う共助というものが、はい、あの大事ですよとこう書きましたんですよ、はい、でどうしてもそれでも立ち行かないところは政府が助けるという、うん、そういうこのバランス順序というものがないとあのいけないと。それで高井さんのまさに精神の一番大事なことはその共助、この精神がもう身についておられるということで、仕事をなさってもそれとなるような素晴らしいことだ。なんかもう季節してそんな仕事を目指してしまったものですから、あの思いもかけずいろんな方と何かかることができ、うん、本当に、うん、何か目標を持つことっていうのはとっても大事なんだなということは今すごく思うんです。最初急性期の臨床にいて、保健所行って、精神保健センターに行って、大学行って、厚生労働省行って、いろんなところでみんな一生懸命働いてるなってことも分かりました。あの疲れてて働きたくない時だってあるんですよ。それはこれ以上頑張れないっていう時ってみんなあると思うんです。だけれどもあのみんな持ち場持ち場で一生懸命働いてる、それ自分のためじゃないんですね、誰かのために家族のためにみんな一生懸命、その一生懸命を分かっているからこそまた誰かのためにみんな頑張っていく。で実は親や先人たちが一生懸命日々の暮らしを積み上げてきた上に私たちがいて、今考えなきゃいけないのはもう20年後30年後の未来、近い未来がそれは結構大変な状況になるよっていうのが分かってるんだから、うん、だったら気づいてる人たちから行動しなきゃいけないんじゃないのって、うん、そんな思いがやっぱり今すごく強くあるんです、うん、私はあの臨床での仕事をずっと看護の仕事をやってきてるからこそ、命を守るっていうことに責任を持ってそのために行動していく、そのことを多くの人たちにあの訴えかけてなんとかやっていかなきゃっていうのがあるんですけど、ぜひ今の、気持ちから生まれる政策というものを作るためにもですね頑張っていただきたいと思いますし、
多分最初に看護師の世界に入った時と、はい、今 の,、はい、あの医療の世界とではかなり大きな変化があるんだろうと思いますね。特にあの違うのはですね、はい、まあ、私は医師でも何でもありませんけれども、患者さんがですね、いろんな知識があったり、こう医療の勉強してきたりして、いろんなご注文が多くなってきた時代じゃありません？そうですね。 ある先生から聞いたから、あの患者さんから俺説教食らったことあるとあのこういろんな知識をって、でも最後は臨床の場に立つと、患者さんとの信頼関係っていうか、そういうものがないと、はい、患者さんもまあ本当にこう言葉を吐いてくれなかったりする場合がある。大変難しい。こう生きてる人間なんだけど、はい、ご病気をされて精神的にこうあれしたりしてね、はい、だからそういうところで支えてきたのは、さっきのお話ありませんけれども、人の痛みを自分の痛みとして分かるという高橋さんの、私はあのパーソナリティだと思いますね。先生はところで、あの日々のこう暮らし方の中で健康に留意なさることがございますこの前来ました時、朝6時ごろ走ってたよ。いやいや、あの走るんじゃないんで、あの農家のでですから歩くのが好きなんです。ところがあの散歩でもですね、はい、タッタッタッとこういう歩くんじゃなくて、ブラブラと歩いてますから、あんまり効果がないのかもしれませんで、日常気をつけてることってのは、あのあんまり食べるなと言いますけれども、食べるんですよ私。あのこうイライラすると食べるじゃないですか。それだけが私のこう精神のストレス解消だと自分に言い聞かせて食べてるんでよくないですね。できるだけ野菜を取るようにしております。検診に行くと必ず注意されます。そうですか。ちょっと肥満でしょ、少し膨らみましたか。いや、まあね、まあ、いろいろ言いたいことがここに溜まってらっしゃるじゃないですか。あのつれづれ草に物言わぬ物言わぬは腹膨るるはずないとこありますからね。あの生まれた時からちょっと太り目でした。ちょうどいい体型っていうのがありますね。あんまり健康のことは聞かないでください。あのこの前朝走ってらしたってことをちょっとお伺いしたもんですが、はい、なるほどって、短い時間を見つけて散歩ですね。散歩散歩と思って、はい、ずっとこうぶらぶら歩くのが好きですね。その朝、それこそ今の日常の活動で、はい、それこそ健康っていうか、それには高橋さん自身は何に気をつけておられます？私はそうですね、あの意外とこうやって人と会ってる、あの毎日いろんな方と接してる中でエネルギーを結構いただいてるなというふうに感じがしているんです、うん、そこで苦しいこともいろいろお伺いしてるんですね、うん、でそれが実はあの自分で次にこう何を考えていこうか、どうやっていこうかってこうアイデアを練る活力になっていて、人と会うのが好きなんだ。大好きなんです、人が好きなんです。だからあのそれはそれが なんか元気の元になった気がします。なんかこう運動と特になんかあれになります？今はそれこそ先生と共通でして、私も歩くことは好きなので、あの一人で行ったり歩いたりということは、あの今の世界に入らないときはあの何かスポーツでお好きなものなんかありました？そうですね、あのその昔は体操やってたんです機械体操とか新体操とか、はい、ところが背が伸びすぎちゃって、で水泳に転向して、はい、であと、まあ、スキーやったりスキューバダイビングやったり、まあ、スキューバダイビング、はい、スキーはね、宮城県はもう蔵王があるし、あのどこでもちょっと行けばこうありますよね。